沖縄に動画で伝える求人サイトが誕生。その名はプロジェット。気になる企業を動画でチェック。今すぐプロジェットで検索。マトバ TV レディオ。皆さんこんにちは。今日も始まりました第13回目のマトバ TV です。そこ変えましたね。はい、はい、すいません。でマトバ TV とはまっすぐ夢に向かってひたむきに頑張る方々を YouTube とラジオを通して応援していこうという素晴らしい番組です。はい、メインパーソナリティの坂本健太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、アシスタント西村です。よろしくお願いします。はい、今日も西村さんよろしくお願いします。はい、今日が収録が、はい、いつだ9月の11か。今日は12ですよ。あ、失礼しました。12です。12日なんですけど、はい、放送ね、予定はまあ1ヶ月ぐらい、うん、2週間ぐらい先ですね、はい、という形になるんですけども、はい、佐藤さん、なんか報告することがあるらしくて。報告ね、めっちゃありますよ。2つあります。あ、2つあるけど、今日のその中でもちょっと大きなニュースなんですよ。うんうんうん、私ですね、メインパーソナリティの佐藤健太郎は、結婚します。ついに結婚しますか。はい、結婚しますよ。誰と、え、誰と、誰、え、何、実名出していいの。マリコさん。あ、だだだだだだ。ほんと急だよね。まあ急ですね。ほんと人間生きてるとこういうことってあるんだなと思います。僕もいつまでたっても結婚できないと思ってました。でもさ、前回なんか占ってもらった時に、はい、占それで、占それで、はい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 、なんか結婚が47歳からって言われてた。あ、他番組でね。そう、他番組で、他番組さんの方で占ってもらった時は多分42、3歳ぐらいで結婚するって言われてたんですけど、まあ、それは見事にね、ちょっと覆してしまったっていうね。あれからそんな経ってないのよ。経ってないですね。1ヶ月ぐらいじゃないですか。ねえ、でも本当にね、あれですよ、人生にはいろんな坂がありますけど、まさかという坂があるもので、最後の最後まで気を抜かず入籍届を出すその日まで僕は一生懸命生き続けたいと思います。ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、まあ、そういうテンションでお送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今日の TV 提供は沖縄の人材派遣なら株式会社ユニプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、個人中小企業の強み売り上げに変えるブランドプロデュースのマトバクリエイト沖縄の提供でお送りいたします。はい、というわけで今日も清水さん、はい、素敵なゲスト様が来てくれております。はい、久しぶりのご紹介お願いします。いいですか。はい、はい、では早速ゲストさんのお声を頂戴してみましょう。どうぞお願いします。はい、はじめまして、セルフセラピストのガキ谷あゆみです。はい、よろしくお願いします。はい、今回の素敵なゲストさんはセルフセラピストガキ谷あゆみさんです。はい、来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、まとま TV もね、なんか徐々に女性のゲストさんが増えてきましたね。そうですね。でもガキ谷さん呼ぼうと思ってたんですよ。あ、本当ですか。本当です。あ、嬉しい。お、それはまた、それは今までなったのはなぜかというと、はい、出たいゲストさんが意外に多かった。呼びかけたら、ほうほうほう、結構ね、みんな出たい出たいって言ってくれてましたね。うんうん、だからもう収録もね、だからもう収録して放送がもう1ヶ月先になっちゃってるわけ。はいはい、ああ、なるほどですね。そう、うん、もう実は人気番組なんじゃないかと思う、ね、巷ではね。多分出たがりさんね。出たがり来ましたみたいな。ガキさんも今日出せと。出してください。ちょっとオファーが来ましたからね。オファーが来て。はい、今日はね、まあ、ガキあゆみさん、まあ、ガキさんに、あんまりはガキさんで呼んでるんですけど、はい、ガキさんに来てもらいました。で、まあ、ガキさんで何をやってる方かっていうと、まあ、事前の、ね、打ち合わせ聞くと、ちょっとね、うんうん、びっくりした経歴がね。え、そうですか。うん、なんか忙しいのに、こんないつどこで、このね、忙しくないのっていう、まあ、今日、忙しい中来てくれたんですけど、まあ、ちょっとね、自己紹介の方軽く、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、自己紹介は、名前は言ったんで、仕事がいいですか。はい、そうですね。そうですね、今仕事は看護師をしています、はい、でその他にあと2つ、1つが、外部講師というふうに講師業をしていて、うん、もう1つがさっき説明にあったセルフセラピストっていう肩書きで、個人セッションという形で少し、お客さんを呼んでカウンセリング的な、まあ、和気あいあいなカウンセリング的なものをやっています。あ、もうこれなんか、ね、看護師してるでしょ。はい、看護師してる。ちょっと教えたりもするでしょ。ちょっと教えてます。
で、あのこういったの、まあ、カウンセリングみたいな仕事をして、うん、なんか佐野くんのわらじ履いて、うん、なんかね、看護師って時点でだいぶ忙しいんじゃないかなってすごいあるんですけど、そんなさなかやってます。おやっちゃってます。で、すごいですね、なんかもう、なんかね、めっちゃエネルギッシュ、バイタリティ溢れるっていう。すごいよね、どんな時間配分してるんですか。時間配分、でも結構周りから忙しそうって言われるんですけど、うんうん、結構時間はタイムスケジュールが逆に上手くなって3速なので、うん、なるほど。そうなので逆に看護師だけでやってる時よりも今の方がすっごい楽に仕事してます。へえ、不思議なの。そうなの。やっぱり時間ってなんかこうキュッとされると、うん、なんかねって最初はできないみたいなと思うけど、徐々にやりくりして慣れていくもんなんですね。そう、体が慣れていきます。むしろ今の方が多分健康体ぐらいの勢いだと思います。すごい、うん、あのこのですね、まあこのまあ、看護師しつつ講師もしつつ、うんうん、のこのあのカウンセリングもしつつなんですけど、うんうんうん、あの最初に、まあ、このどうしてこのお仕事スタイルを選ぼうって思ったんですか。最初は何から始まったんですか。最初は、まあ、看護師がスタートではあります、はい、で看護師をやってまあ、病院で勤務してやっていく中でいろいろあるじゃないですか。忙しかったりとか、うん、はいはい、まあ、普段皆さんが寝てる時に夜働いたりとかっていう、うんうん、もう無意識にそれで多分疲れていったんですよね、今思えば。でだん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 疲れていって、疲れていった先に、まあ、自分の気持ち的にはなんでこんなに自分って人が寝てる時に働かないといけないのとかっていう、なんかもう本当にちょっとネガティブになっていって、最終的にびっくりしたのが、楽しんで仕事をしている人を妬むっていう状況になったんですよ。おー、それ結構ちょっと追い詰められてますね。追い詰められ、だからでも無意識ですよ、うん、全然気づかなくて。そうそうそう、そういうところからなんか自分ってどんな取り柄があるんだろうとか、うん、どうしていったらいいかわからない、好きなこともわからない、うん、ずっとこのまま仕事だけして一生終えるのかなっていうところから、はい、ちょっと自分知らないとなっていうところに行き着いて、はいはい、まあ、そういう結果のもと、まあ、セルフセラピストっていうのは、まあ、自己分析ツールっていうものを3つぐらい使って、うん、自分を多方面から知るっていうことをやってるんですけど、うん、それをまあ入り口としていろいろ学んでった時に、自分の性格を分かった瞬間に、はい、あ、だからこうなるのか、そういう考えになるのか、なるほどなっていうこの気づきとか分かった瞬間に、うんうん、あ、面白いってなったんですよ。そうそうそう。そしたら普段の生活が全部面白くなったんですよ、うん、人との絡みも、人がこういうことに対して自分が出る気持ちも、うんうん、っていう面白い、でそれが笑いになったらストレスフリーになってくるんじゃないかみたいな感覚が、まあ、体の体感としても気持ち的にもあったので、じゃあ仕事にしちゃおうかなっていう感じで、はい、こういうのが始まりました。看護師やって、うんうん、まあ、セルフセラピストをして、はい、で自分、まあ、講師は、まあ、依頼があってちょっと受けてみて、そこから続いてるっていう感じです。うーん、講師業っていうのはどういうことを、うん、誰に対して教えてるんですか。講師業はですね、高校生に対して教えてます、はい、高校生なんだ、うんうん、高校生に対してこの介護福祉士養成校になるので、そこで看護の技術がちょっと必要で、はい、そこをちょっとちょって教えてます。あ、やっぱり現場でね、常にあの技術って使ってるから、うん、それをまた誰かに伝えて、 それをまた糧にね、うん、あのまあ、その必要な、まあ、子どもたちに対して、うんですね、っていうことですかね、うんうん、がまたその未来に向かっていくための、ね、うん、必要な勉強としてね、あの役立ててもらえるっていうのは嬉しいことですよね。嬉しいです、うん、生徒たちに教えられることが結構多いですね、うん、ちなみにあの、はい、教えるにあたってなんか心がけてることってあるんですか。あります。あ、ぜひ聞かせてもらえば。聞きます。はい、長くなります。あ、なりません。本当に3年間今やってるんですけど、一番本当に思うのは相手目線に立って教えるっていうのは本当に大事なんだなと思います。当たり前かもしれないんですよね、はい、そこです。だから、ね、大変そう、難しそう、困ってる生徒がパッて見た時にいても、すぐ手を出した方がいいのか、ちょっと見守った方がいいのかっていうのは生徒それぞれで違うんだなっていう気づきはありました。簡潔な、そう言いましたね。長くなっちゃいけないから。あ、大丈夫ですよ、はい、まだ、もうちょい時間ありますね。もうちょい時間あります。まだあります。
あのこれさっき気になったんですけど、この性格分析ツールで分析したって言ったじゃないですか、うんはいはい、ガキさんどんな性格だって出たんですか。恥ずかしい、言いたくないです。逆に聞きたいよね。え、逆にですよ、はい、どんな風にまず見えますか、私のこと。あ、なんかね、やっぱり一言で言うんだったら、あの自由が好きみたいな感じ、うんうん、あとポジティブ、ポジティブ、あ、ですよね、自由は好きなんですよ、うん、でポジティブに関しては言ってしまえば私ネガティブ派だったんです。あ、それまでは、それまでは、はい、で、はい、それが悩みだったんですよ。だから、うん、私は悩んで悩んで悩んで動くタイプですけど、例えばあれやりたいからやっちゃおうって言っていくタイプの人を羨ましい、へえ、っていう感じだったんですよ。で、さっき言った妬みも、はい、なんであの人はこんなすぐ動けてるとかね、なんか私にはないもの持ってる、あ、ムカつくとかってあったんですけど、うん、結局それが自分の考え方の癖っていうのを知った時に、うん、あ、だからこうなるのかっていう、あ、このパターンで私はいろんなことを考えて人を見ていたんだなって分かった瞬間に、あ、これが自分だって思ったら本当に笑いました。ちょっと恥ずかしいなと思いました。あ、なんか伝わります？大丈夫ですよ、うんうん、はい。やっぱね、その自分と見つめ合うとか自分と向き合うっていう時間がね、やっぱりそれが何て言うんですかね、この変わるきっかけになっていったんだなと思いますね。うん、ポジティブってね、結構ネガティブですけどね、うん、ネガティブ受け入れたらポジティブみたいな。やっぱりね、あのそのまとま TV もそういう思いでやってて、そのなんかいろいろね、あの自分のやりたいこととかいっぱい夢はあるんですけど、うん、なんか、うん、自分にはできないかもなとか時間がなとかって、その思い悩んでる人 の, その背中をちょっとポンと後押しね、あのデートしてしたいなっていうことで思いで立ち上げてるので、ぜひね、もうこれまとまって来てくれても本当にありがとうございます。ありがとうございます。まだ終わりじゃないよ。、まね、エンディングみたいになってるそうだよ、なってますけどね、まだ中間だよ、中間ですからね。、はい、じゃあそんなあの脇さんのこの中間曲を持ってきてくれました。これはあの クレバの居場所という曲なんですけど、何か思い入れはあるんですか。はい、あ、思い入れというか音楽をよく聞くんですけど、はい、ちょっと悩んでる時に確か歌詞の中に守るだけじゃ広がらない場所っていうフレーズがあるんですよ、うん、でその時悩んでるので全然動けなくって、はい、もうこの何だろう、自分の世界の中とりあえず守ろうみたいな感じでいた時に、うん、守るだけじゃ広がらない居場所って言われたから、あ、そっかそっか、今から動いてった方がいいのかっていう思いとちょっとリンクしたっていうだけの話です。あと PV が綺麗、あ、 PV 綺麗で、めっちゃ綺麗でした、めっちゃ綺麗です。じゃあちょっと流せますかね。はい、行きますよ、清水さんの、はい、の方で、はい、行きます。はい、岡木さんが選んでいただいた中間曲です。よければ居場所どうぞ。はい、またま TV 戻ってまいりました。今お聴きいただいた曲は中間曲クレバ居場所いただきました。はい、はい、というわけで、今回のゲストさんはセルフセラピストガキヤアユミさんに来ていただいております。よろしくお願いします。後半もお願いします。はい、じゃあ次のね質問なんですけども、はい、あの最近ガキさんの方で、うん、イベントをね、はい、10月に開催する予定のイベントを立ち上げて、でそれなんと立ち上げてすぐに満席となった。そうなんですよね、ありがたい。素晴らしい、あの僕イベント、僕らの時代ってイベント。あのこれ何だろう、パクリ。いやそんなんじゃない、パクリ、逆にパクられたかなっていう、あ、そっちか。っていうやつっていうイベントを立ち上げたっていうのをね、うん、あの Facebook 通じて、で僕がね今回なんとあのスピーカーとして、ゲストスピーカーとして呼んでます。はい、呼んでいただいてるんですけれども。あ、そうなんだ、喋るの。そうです、僕は喋ります。喋ってもらいます、健太郎さんに。はい、大丈夫。あ、まあまあ一応プロだから。ラジオやってるから、ラジオやってるから大丈夫かなと自負してます。はい、で、まあ、そんな中でそのどうしてそのイベントを立ち上げたっていうの、その思いとか、うん、そのエピソードをちょっと聞かせて、うん、いただきたいんですけれども、はいはい、まあ、シンプルに言うと、はい、人と人をつなぐっていうところはあるんですけど、うんうん、私が、まあ、自分の性格とか自己分析していく中で、はい、まあ、自分のことをよく分かったんですけど、うん、でもそれ以外にも自分のことをよく分かることがあって、っていうのはそれが人と人との出会いだったんですよ。病院辞めた後に病院じゃない世界に出た時に、まずいろんな人がいる、いろんな職種がいる、はいはい、いろんな年齢の人がいる、うん、で今まで関わっていかなかった人たちに関わっていく中で、そこでもらう言葉だったり、この人たちが経験してきたことを聞いていくことで、すっごい視野広がったんですよ。もうピーってこのまっすぐ一本線しか見てなかったところが、はいはい、もう360度開けたんじゃないかみたいな、うーん、開国みたいな感じですよね。ふざーって
開国鎖国してたで、うん、本当にそんな感じでまた楽しくなって、はいはいはい、そしたらこういう、なんだろう、自分たちが直接知らない人でも、うん、そういう人を、ね、助けてくれるような言葉を投げてくれる人たちってやっぱりいっぱいいることも知ったので、そういう場を作れたらいいなっていうこと で、うん、で結構10代20代で何したらいいかわからないとか、うん、好きなことはあるけどどうせやれないからとかって言って、うん、結構悩んでる子たちも多いんですね、はい、でそれも必要な経験だとは思うんですけど、うんうんうん、でもその中でもそういう大人たちがいて、いろんな視点を持っていろんな方法でいろんな仕事をしてる、で楽しんでるよっていうのをただただ見る、知る、はい、聞くっていうのを自分たちで、はい、そう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 、いろんな情報をキャッチしていく場ができたらいいんだろうなっていうところで立ち上げたイベントです。はい、はい、素晴らしい、イエイ、素晴らしい。やった。はい、あのね、これめっちゃ良くないですか、石嶺さん。いいと思いますよ。あの石嶺さんね、あの人材派遣のお仕事とか、あ、うん、あの、はい、求人関係のお仕事してるんですけど、はい、まさにあれですよ、その子供たちとかに、うん、あれですか、こういうお仕事してる大人たちっているよ、もっと世界って幅広いんだよみたいな、うん、そういうところもなんかね、あの見てもらえるようななんか機会になるんじゃないかなと思うんですけど。はい、そうですね、やっぱ視野を広げることはとってもいいことだと思うので、うん、例えば異業種の方とかっていう話を聞けるっていう、まあ、そうそうね、まあまあ、タイミングとかもあると思うんですけど、うん、あとそういった場が提供されるっていうことは、うん、ぜひ参加していただければと、うん、はい、ていうか満席なんですか。そう、立ち上げて多分2日でも満席でした ね。いや、なんかめっちゃすごいなと思いました。すごいですよね。どう集客してんのって思いましたよ。面白いのやるってしか言ってません。いや、それね、あの、それで賛同してくれるんですかね。それが秋さんの、あの、あれですよ、そのお人柄とかね、人望の部分も絶対あると思いますよ。はい、え、これ飛び入りは無理なんですか。飛び入りできなくはないですけど、多分できて2人ぐらいですかね、あ、今のところ。なるほど、うん、あ、でもそんなにパンパンなんだ。そう、ギリギリの人数からちょっとはみ出ました。なんか同時申し込みが結構あって、あ、満席になったっていうところでまた2人とかっていう感じだったので、うん、そこはもうお受けしてっていう形です、ね、うん、そか、じゃあ今も超満員な感じなんですね。そうです、そうです。なんか緊張してたな。立ち見もありですかね、うん、あ、わかんないです、ごめんなさい。あ、考えます。まあ、でも当日ね、あの、結構30人40人で割ってきたら多分入らないかもしれないけど、ギャーってなりますよね。そうそう、楽しみだなと思って、うん、で、まあ、当日はちょっとね、あの、僕がやっぱりもう、あの、 YouTube やってる、映像やってるっていう人なので、うん、まあ、映像、うん、カメラもねちょっと入れて、はい、あの、ライブ配信なんかも ね、あ、させてもらえたらなと思います。はい、はい、で、はい、やっぱりはね、こういう場所を設けて、まあ、子どもたちにとか、あの、このまだね、あの、今後自分がどうやって生きていこうかっていうところをまだ、あの、定めている途中の人たちに、やっぱこういう世界もあるよ、こういうね仕事をしている人たちもいるよっていうのを見てもらうっていう場を設けるってことは、やっぱりね、すごい刺激的に、刺激をもらってね、あの、帰っていけるような場面、イベントになるんじゃないかなって。そうですね、すごい素敵だなと思います。ありがとうございます、そういう場所に呼んでいただいて。あ、そういたしまして、はい。で、まあ、やっぱりですね、あの、このイベントを立ち上げていくことによって、なんていうんですかね、まあ、例えばどう、最後どういうふうにして、あの、この来た人が、あの、帰っていってほしいとかってあります。最後、あ、よかった、このイベント面白かったはもちろんなんですけど、うん、どうなんだ、まあ、おのおの感じるもの、何か、ね、うんうん、言った言葉とかを、まあ、自分の中に入れて、まあ、ちょっと前に進めそうだなとか、うん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 、あ、こんなに楽しみながら進んでいっていいんだっていうところを、うんうん、なんか真面目にやらなきゃいけないっていう、結構枠が思ってましたね、僕も、うん、私もあったので、うんうん、絶対ここの正解の道行かないといけないとか、うんうん、絶対この流れでいかないといけないっていうところを外した結果が今の状況になっているので、うんうんうん、まあ、そういう、ね、自分のこうあるべきとかっていう枠をちょっと外して、少し自由な気持ち で一歩前に、本当に一歩前にがいければ多分いけるんですよ。うん、なので、そういう一歩が踏み出せる状態になっていたら、私的にはもう大成功かなっていう感じです。あ、そうですね。それでやっぱまとま TV とね、はい、ちょっと、あの、似てるかなってね、リンクしてる部分があるなって思って、はい、でも一緒にね、沖縄もっとね、盛り上げていけたらと行きましょう思います。えいえい、おー、おー、ね、あれ、石嶺さんいきなり
はい、マットバイバイみたいなやつですよ。はい、いいものですよ。失礼いたしました。はい。じゃあ次あれなんですけど、ちょっとガキさんにねこれも聞きたいなと思ってたんですけど、はい、ガキさんにとってお仕事って何でしょうか。お仕事とですね、はい、自分の世界だったり視野を広げるための一つのツールです。ツールです。おお、ゴールじゃないよ、ツールだよ。うんうん、まあ、やっぱりね、うん、そこに働くことで、うん、このお仕事のことを知れたりとか、はい、あとそこで出会う上司だったり、うんうんうん、その先輩だったりとか、うんうん、そういった方々のね、いろんな人の輪とかも広がるじゃないですか、うん、やっぱそういったところでいろいろね勉強させてもらって、うんうん、でそこでまたさらに自分がレベルアップする場っていう、うん、ツールってすごいですね。牛見さんはやっぱお仕事ね、そうやって、はい、紹介してるお仕事なんですけど、はい、ツールっていう視点は僕ちょっとなかったんですよ。あ、そうですか、はい、そうですか、僕もどっちかというとツールの方なんですけど。あ、そうか、はい、そうか、はい、仲間です。うん、そうです、それ、なんだろうな、まあ、お金を稼ぐっていうのももちろんそうだと思うんですけど、やっぱり自分が得意としている、うん、例えばこのコミュニケーション能力だったり知識だったり技術だったりっていうのは、まあ、フルに発揮できる場だと思ってるので、うん、で、まあ、その中でもやっぱりいろんな人たちの支えがあったりね、うん、まあ、やっぱそうだと思うので、うん、それをいかにそのツールを生かすかっていうのを活用していくかっていうのはやっぱ大切なのかなっていう感じますけど、はい、めっちゃうまくまとめてすごい、さすが、さすがお仕事紹介のプロですね。はい、ありがとうございます。はい、ここで石見さんが、はい、バッチまとめてくれたところで最後の質問いきたいと思います。はい、はい、これまとま TV に出てくれた方にはですね、うん、全員にお聞きしてるんですけど、ガキさんの今後の夢は何でしょうか。今後の夢はすっごい大きく言いますね、はい、同年代を元気にする、以上です。はい、ありがとうございます。同年代を元気にする、いただきました。これはあれですか、どういう風に元気に、そこはまだ今私自体もどうやってやろうかなっていう感じではあります、うん、まあセルフセラピストっていう形をとってはいるので、うん、まあ、セルフセラピスト自体の対象にしてるのが、うん、まあ、沖縄の20代の看護師さんの、はい、まあ、ストレス的なものをクリアにしていきたいなっていうところではあるんですけど、うん、はい、まあそれも含めつつ、まあ、同年代って私たちって今からも社会的にも中間に来るし、人を育てるとか、まあ、その間に入ってくるので、まあ、いろんなことで揉まれたりするじゃないですか、はい、でもそこでもやっぱり自分たちのらしさとか、でも上と下とのつなぎとかっていうのも楽しくできるような人を作っていきたいなっていうところで、自分で自分のことを何だろう、まあ、方向性とかも決めていけるような、まあ、そういうお手伝いができたらなっていう意味合いで、まあ、最終ゴールは同年代を元気に、でもその間の流れは今私もいろいろやりながら考え中であります。おお、ぜひ頑張ってほしいです。やっぱ元気が一番ですかね、働く上で。そう、本当に心も体も元気が一番です。なんかザキさんがね、こうやっていろいろ情報発信したりとか、イベントをやっていったりとか、そういうこのセラピストとして活動していく中で、やっぱどんどん楽になっていく人が増えていくんだろうなっていう印象をすごい受けます。もうみんな力抜いてって感じ。そうですね、ストレスフリーでね、はい、頑張っていただければ。はい、じゃあ僕もね、石宮さんも何かちょっと相談したいことがあれば、はい、ガキさんのセラピーちょっと行ってみましょうね、はい、あ、いいですね、はい、じゃあちょっと考えておきますね。あ、でも看護師じゃないとダメなんだ。あ、いや、いいですよ。あ、いいですか。結構ですね、看護師以外も来るんですよ。はい、あ、そうなんだ。まあね、学校職員の方とか、うんうん、まあ、いろいろ職種にわたってくるので、はい、全然私のところに来る分にはウェルカムです。あ、わかりました。じゃあ僕もね、結婚生活がちょっと足りなくちゃった時はそこ大切だよ。そこ触れたいやろ。かきさんのセラピーちょっと参加、はいはい、見てもらいたいかなと思います。ぜひぜひ来てください。はい、今日も素敵なゲストさん来てくれました。はい、今回のゲストさんはセルフセラピストのガキ屋あゆみさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではエンディング入っていきたいと思います。石見さん、今日も素敵なお時間でしたね。はい、はい、そうですね、楽しかったです。今日もすみません、あまり乗り切れなかったんですけど、ごめんなさい。まあ、僕のね、すごいあれでしたね、鬼振りでしたね。はい、じゃあおすすめを。この番組の提供は、沖縄の人材派遣なら株式会社ミネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、個人中小企業の強みを売り上げに変えるブランドプロデュースのアトバクリエイト沖縄の提供でお送りしました。
まとま TV YouTube チャンネルでは過去の放送分もお楽しみいただけます。チャンネル登録高評価をぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回もお会いしましょうということで、いつものやついいですか。あ、いつものやつ、はい、いきますよ、うん、マットバイバーイ、はい、次あっち、次あっち、次あっち、まとま TV レディオ。